陳栄僧は陳朝おこしの第四代皇帝。名は陳、または陳秘とも第三代皇帝。陳僧の長男。重教八年二月三日に皇太子に立てられ、翌重教九年三月九日に父から上位されて即位した。若年ではあったが大上校となった父と縮小の行動を陳国春の補佐などがあって、前半の知性は安定していた。 陳国春の震源により、長年敵対関係にあったチャンパ王国と和睦している。交流8年に陳国春が死去した際には自ら病床を訪れて、国策を尋ねるなどしているほどであった。この時、陳国春は英葬に対して、礼を述べた上で、軍を団結させ、民に寛容に接し、その力を養えば大技話せるでしょうと述べたとされる。 新国春の死後は申請を開始し、チャンパ王、ジャヤ・シンハバルマン3世に対して、妹の現鎮講師を嫁がせ、その代償として、チャンパ領であったカラス州と里州の割譲を受けるなど、あくまで友好関係を重視した外交戦を展開した。しかし、交流15年に、ジャヤ・シンハバルマン3世が休止すると、その子のジャヤ・シンハバルマン4世は、 大越との友好関係を破棄した上に割上した、カラス州と里州を奪還しようと作動し始めた。これに激怒した英宗はチャンパに申請し、ジャヤ・シンハバルマン四世を捕らえて、都の昇流に連行した。区物としてその弟のジャヤ・シンハバルマン五世を立て、チャンパを続国化させた。交流22年3月18日、四男の鎮に上位して、大上皇となる。 大慶七年三月十六日、天朝不十高宮において死去、去年四十五。治世前半は、陳国春という名神に恵まれていたからであるが、後半は明らかに自身の秀出た才覚による成功が大きい。英宗の第には、陳国春の他にも、玄忠彦や半五郎ローラの名神に恵まれ、また自身の文化的理解が深かったことから、文化面でも大いに発展するなど、 陳朝の前世紀が喪失された時代であった。ありがとうございます。